オッケーどうもボビーアトレザーのボビーです、えー、ボビーアトレザーのアトリエからですねライブでお届けしておりますそうそう、えー、今日は3月の2日、えー、179回目ですね火曜日今日は火曜日ですんでね、えー、作品の話ということですねメディスンバッグねメディスンバッグね、まあ、最近あのカかば関係多いですけど、えー、改めてまあね あの繰り返しになるかもしれません。けれども、メディスンバックのお話をちょっとだけね、えー、軽くさせていただきたいなと思います。で、ね、あのこれからの季節でやっぱこうだんだん。僕もね。このアトリエで、えー、身につけてるものがだいたい。こういう軽装になるうようにですねえー。だんだんやっぱその身軽になってくるじゃないですか。あの、フットワークも軽くなってくるしね。まあ、去年はね。なかなか出かける機会があ少なかったですけれども。 やっぱり、ね、お薄着になった時にね、あのー、必ず必要になるのがですねあの腰袋ね、うんまあ、メジスンバッグってこう書いてますけどお、まあ、平たく言えば腰袋ですね、はい、あちょっとしたものを入れる、ね、最近は、まあ、僕もタバコとかその辺は入れてないですけどもお例えば、まあ、こういうベイプのリキッドを入れたりとか。 あとはですね、えー、何やろうなあのはがき入れたりとかまあまあ,あの DVD とかねの,あの,ほらあのパッケージを入れたりとかあいろいろするんですけどもね、まあ、あいろいろね写真と現物をお、ね、見ていただきながらですね、えー、少しお話しさせていただこうかなと思います。ね、なんかあの水クこだわりあるよとかなんか持ってますよっていう方がいましたらですね、えー またあの書き込みしてください。でね、もしご覧の方ですね、うなずきのようにですね,これはですね、えー、このハートマークかな、それを連,連打しながらあ見ていただけると嬉しいです。ね。グッドボタンよりもハートマークで赤くして染めてください。ね。そんな感じで。いつもね、こういうのは全然言わへんからね、ちょ今日は言うてみました。ね。メイジスンバック。ね。これ見てください、これ。あの、これ、同じものなんですよね。 えーまあ、こちらはですね、えーここ、こうか、こちらはですね、えー、完成直後ですね、うん。で、こちらがですね、えー、経年変化の最中の感じ。ね。えー、素材がですね、この時まあ今,今でもね、えー、これはあのオーダーを、ね、受けて回ってますけどもね、えー、こちらはですね、えー、あれですよ。もう これ5年56年, 5, 6, 年6年目かなこれ使い出して、えー、とこちらの素材はですね、えー、あれ、えー、馬革のですね、えー、とプルアプレザーかな、うん、それとブラックスイングねこのブラックスイングをーの2トンでね、まあ、くお黒黒ですでね、えー、こういう構成ですね、まあ、厚みはだいたい30ミリぐらいですかね、うん あのヒップバッグとかいろいろあるじゃないですかあのこう例えばいろいね改造もできますし、えーね、あのオーダーメイドのブランドですんでねできますけどもね、まあ、あのここに今落ち着いてるのはですね、えー、これあの中財布がボビー・アトレーザーの僕が使ってる中財布がちょうどまあ収まって、えー、いう長さにしてるんですね。 でまあ入れてるものって言うと大体まあまあこう、あのー、当時よくライブハウスにねライブ見てたら CD を買って帰るでしょ DVD、まあ、なりそれをちょっと入れるものとあとまあ何かの時やっぱりこう油性マジックが必要な時あるわけですよでマジックと、まあ、あとはまあまあ,あ <laughs> まあ個人的なあれですけどね、まあ、メジャーとかね、えー、とかあと ちょっとしたあのカッターとかなんかもろもろ入れたりとかあと DM のハガキとかあるでしょとかは大体ここにポストカードとかはあのここに普段入れてますね。でここのちっちゃいポケットねここはあの今はまあちょっと鏡をねあの入れてますけどミンティアとかまあ大体名刺が入るぐらいの大きさなんでえあと一番ね使っているのがですね あの新幹線ね乗る機会当時結構あったので新幹線の切符って困るんですよねどくとこうなるわけですよ。であの机の上に置きっぱなしやったらなんか不安やしでもう必ずここに、えー、見えるように入れてましたね。はい、でそんな感じで僕は個人的にはこれ使ってます。まあこれあのおお、まあ、ボビーアトレザーらしさって何やろうなと思った時にね なんかあまあぬめ顔でねよく昔からこういうのはあ,、はあったりしてるんで今でもあるかな、うんさっきでもあのボビーアトレザースタイルっていうのはこ,あのこういう,うね <laughs> まあ贅沢じゃ贅沢なんですけどおこういうふうにね内張りもお張ってね、うん、やってるんですかねでまああとまあサイズもこれぐらいがちょうどいいですかね、うん、あのいろいろ試したけどこれよりも 分厚かったらちょっともこもこするし、あのー、これよりも長かったらちょっと座りづらいし、うん、まあいろいろあるんでね、うん、でバランス的にもこのえのさというか色っぽさがちょうど良かったこれがもうまあこれ以上長かったらもう具合悪いかなと思いますね、うんまあ、初期型はちなみに初期型がこれですね まあこれもずっとね、まあ、スタイルはあ基本的に一緒で長さが違う感じかな、うんまあ、使いやすいお癖だったこれこれの方が使いやすいです,ですねあの長財布はちょっとギリ入らんかなという感じですねボビーアトレザーの長財布は入らない程度であの一般的なものは大丈夫ですねあのこのこの絵もね型紙もありますしあのいろんなバリエーションでね、えー、ここは何にしてほしいとかいろいろあったらですね、えー ご希望に添えますあの気軽にねこれからお出かけのシーズンになるときっとこれは使えますんでね僕は押しますね別に売り込みションじゃないよ持ってていいよすごくいい長く使えるしおすすめかな。T シャツになった 季節になったらもうほんまにこれがないと逆に困ってますね僕もね合わせたとかになるから全てここに入れとけばね安心やから <laughs> えっと使ってますけどねはいそんな感じですねまあ作例をお見せしましょうかねまあこれがこれは今でもね何、えー、ですかあの <laughs> ウェブショップの方からあのご予約いただきますんでね、うんあのー、このコンチョもね2種類ありますんでねこれね、うんまあ、この写真はこれあのバルハットスカルハットのあれですけどもあのボビーキノコの,おあのスタイルもありますし。 えーまあ、お選びいただきますしもな,なかったらなかったらでもその分ねあのいらんよそれじゃなくていいよっていうんやったら、あのー、コストも下がりますしね <laughs> まあ臨機応変に。ということであのこういうのは作らせてもらいましたね、あのー、基本的なタイプはまあ先のタイプで、えー、これはね、あのー、ハンドステッチと要はこうボビーアトレザーらしい,いっていうかあのこう皮をね 川の,はあの端っこの天然のね柄をですねあのコラージュして、えー、その中にこうエキソジックレザーをですね何、えー、ですかあ編み込んだっていうかね、うん、まあアクセントにさせてもらった作品です、ね、多分今頃この作品もすごくいい感じの味,あの味が出てると思います、うん あのこれもね、えー、プルアプレザーのブラウンとプルアプレザーのーーキャメルかな、うん、キャメルを皮ひもにしてあ編んでる感じですかねすごくこれはあのワイルド多分今このものすごいワイルドようなあワイルドなね、えー、育ちになっていると思いますねあこちらもね、えー、こちらですね、えー ブラック・ザ・スイングのここの,のところですね。ここはですね、えー、連エイですね、うんあのー。スティングレイでね、えーうん、させてもらってますね。これね、まっすぐのその塩梅っていうのが結構難しいですね。これあの結構ね、まっすぐに見えるけど、実際はね、やっぱり生き物なんでね、若干こう歪んでるんですね。なんでこれ、裏向けて、型紙切らないか、あのこう、当てないかんので。 うん、なかなか難儀しましたね、うん、ポンチもおしゃになるし <laughs> だけどねあのやっぱりこうこいつかこれ作りたいなと思ってた時やったんで、うん、こうやってねオーダーいただいて、えーね、これもすごくスマートだと思うし何年経っても使えるアイテムかなと思いますね。うん、あの特にほほあの こ作ってよかったなというものを僕も実際使っててよかったなと思って、えー、やってるものなんでねあの,あの僕が納得してない方はこんなこと言わ,言わへんし <laughs> あの話半分で <laughs>、ね、聞いておいてください。ね、でまあこちらがね初期型の方なんですけどね先ほどのお見せしたこのねブルーのタイプの色地ですね。 色違いプラス中央のねここがディアスキンですね、えー、にしてますねだからあの多分今頃いい感じのツートになってるんちゃないますかねあのでこちらもそうですねこちらはですねこれとまあ基本的には一緒なんですけど何が違うかというとですねここなんですねやっぱりあの僕はこうベ,ルベルトに通して、えー、使うんですけどもやっぱりそのツ、えーウェイで使いたいっていう方もやっぱりもちろんいますね うんあのー、手でもしたいとかやっぱ肩掛け、うん、やっぱりこう横型やったらその具合悪い時あるんでね縦型やったらちょうどほらあ場所取らへんのでこうちょっとサ,サコッシュっていうんですかね、うん、そんな感じで使えるっていうんでね、うん、でこれはあこういう感じでねあのベルト通しも使えて、えー、上にねこのこ,ここの辺にね ここをが D リングをねつけてるんでそこにえーショルダーつけてねショルダーのパーツをねうんまあそういう感じでえまあベルト通しをつけあのそこで通してもらうっていう感じこういうあの仕組みですね。でえこちらはですねえー何ですかこのタイプにえの型紙の元にえそういう 2way にしたタイプですね。 これはやっぱり、あのー、いろいろおレザーをです、ねえー、切り分けてっていうか、うんでまああのまあ、根性を、ね、ボタンではなしに、えーなですかえー、アクセントで、ねえー、ボビアとレザーのーギターピック、ね、それをポイントに置いたっていう感じの作品ですね、まあ、思い出深い作品です。うん、あのー まあ男女問わずですね、えー、本当にね、えー、いろいろ使ってもらってますんでね、うんまあ、この中に、まあ、もちろん携帯も入りますし、うん、携帯からスマホかな、<laughs> 今はスマホ、うん、大体のものはあ、うん、本もそうですし、うん、この中で僕は大体だだ完結してますね、あの例えばあの僕、カメラ、ねえー、趣味じゃないですか,からあの、カメラのキャップ困るんですよね。 カメラのあのレンズのねレンズキャップあれのあれをなくしちゃいかんしでまあこの中に入れてますねでも,もうそういう決めてますここに入れるとかねあそういうあのほらあのー、やっぱりこうものをなくしてさこう探すっていうがねその時間っていうのはあこの間もお話し,しましたけどもお1年で言うたら えー、30日分ぐらいの1か月分ぐらいをですね人はですね物を探してるそうですあのなんかいろいろ探してるそうですねそういう時間が大体そうなんあの年間で言うたらあの30日分1か月分ぐらいを大体その物をね探したりなんかしてるひっくり返したりとかしてる時間に当ててるそうなんでねまあそれに輪をかけで検索とか言ったらもっとすごいんでしょうねそれプラス言ったらね、うん、そういう探し物っていうか。だから、まああのまあ 箇所に大体ま,こうまとめてね、えー、僕はもうこの中にあったら、まあ、パッと出かけるときに、えー、もうこれっていう決めとけば、うんでまあ、腰すぐ腰に下げて、うん、どうしてもカバンが持てない時ってあったりしたんで,でもこれやったらあのリュックしててもあのちょっとしたものはここから出せるんであのリュあのい,いつもリュックを下ろして <laughs>、うん、例えばまあここに「えー、こうリコの GR ね」ね、えー スナップシューターですよ。ね、こんなもう楽勝で、ね、もちろん、えー、もうこ横でも入るぐらいですかね、うん、ひょっとしたらあれかなあの XX プロ2は入らんかあ、まあ、レンズレンズ次第ですね <laughs> レンズの装着するレンズ次第,次第で、えー、ねまあこれはレザーなんである程度こう,こう,こう,こうマーチも膨らむしね、うん、でまあ あだから1年こういうくたくたになったとしてもおいい味になってるでしょ、うん、な,んかなんかねけ経年変化 <laughs>、ね、そんな感じで今日はですね、えー、ボビー・アトレザーのオリジナルのメディスンバッグのねご紹介をさせていただきました、ね、あのこれぐらいの季節ね、えー、多分今からやったらあ4月5月とかね、えー、お渡しできると思いますしうん そそうそう今年はですね、えー、3月31日はですね最強の1年で最強の強運なあ日だそうですんで、ねま、だあのでまた僕のあの、えーっとえー、なんですかブログの財布のところのね記事を見てもらえればあいろいろ僕はあの ラッキーで入れてますんでね。まあ、春財布とかの季節なんでね。そこでも書いてたりしますんで。またブログの方ですね。この URL、今これ分かるこの辺にあのバーコードじゃないわ、これ、QR コード。QR コードでね、あの、パソコン画面にね、必ずスマホで、ね、ピッとやってもらったら、ホームページに。 飛びますんでねホームページすぐブログ入れますんで是非、えー、ね、えー、いろいろ見て楽しんでもらえればなと思いますそれではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ